さあその激しいぶつかり合い、今試合が始まる笛が鳴らされました。アウェーのいわきボールで試合が始まっています。右から左に、今新井が弾き返しました。やはりこう最初の入りのところで藤枝非常にボールを握れたんですよね、やはり1個のプレーですよね。先ほどあの有馬が倒されたフリーキックの、ぐらいの時から。さあ谷村ヘッド、ポスト叩いて梶川です。落として新井、ふわりと浮かして矢村だ。ボールをコントロールを落として瀬古のクロスに近藤センター、こぼれて石田です。石田のミドルシュート、ボレーで合わせました。下石田です。まあ、こう非常に、ね、ちょっと浮いたボールを、ね、処理したんですけども、非常にね、ワニカは186センチ、近藤182センチ、長身の選手も中にいます。ニアサイド、ブアニカセンター、ブアニカ頭で合わせました。やはりこう狙いのところにボールが落ちないというとね、さあ逆にいわき、近藤クロスを送って谷村が狙っていきました。もう一度近藤、しかしここはオフサイド。ここも下げたボールに対してラインを上げて長いボールを蹴り込んでいきます。久留美が競ってセカンドボールはいわき、山下のクロスに谷村、ヘッドは枠を捉えられません。ここもそうですけれども、山下のボールですよね、狙ったところ、しっかりとね、これを。さあ五十嵐の長いボール競ってこぼれて、有馬の右足、同点ゴール。いわきの難波で追いついた、ナンバー10の有馬、今シーズン9点目、キャリアハイ更新。その得点でいわきを救う同点ゴール。残り2分でやりました、いわき。この最初のコンタクトのところですよね、このセカンドボール拾ってしっかりとこう枠内に蹴り込んだ、振り抜いたっていうところですよね。非常にいいシュートだったんではないかな、今。いや本当そうですよね、お互いが本当体張ってプレーが多いですよ。千葉こぼれている。そしてこのゴールキック、長いボールでタイムアップ。90分を戦い抜いた両者、いわき、そして藤枝。